マリア・ホティノは、ルーマニアのピアノ奏者。1913年、ブカレストの音楽家の家に生まれる。ブカレスト音楽院で、フロリカ・ムジチェスクにピアノを指示し、ムジチェスクの指導家にあった1928年に、ルーマニア放送でピアニストとしてデビューした。その後、1932年からベルリンで、エトヴィン・フィッシャー。 1934年からパリでサンティアゴデリエラの各紙に訓導を受けた。一方で1937年から1940年までエコールデボザールでジャンステリアディに絵画を学んでいる。1941年からルーマニア放送のピアニストとして活動した。1996年ブカレストにて没。マリア・ホティノ・ディスコグソハット。 ロマニア・イン・ブリーフ、メリジアネ・パブリッシング・ハウス、P34、屋力9億2600万2975、ハット・ブライズ、アリステア・ヤン、マリア・ファティーノ・ーグレート・ミュージシャン。アータ・マリエ・フォーティー・ナンバーワン。エアン五兆9483億7500万2463。アーカイブ2018年4月17日。 ウェイバックマシンアーカイブ2018年11月18日、ウェイバックマシン。ありがとうございます。